全米オープン選手権はゴルフのメジャー選手権の一つでアメリカのゴルフ競技団体全米ゴルフ協会主催で毎年6月中旬に開催する地区を毎年変えて実施している選手権は大会の順延がない限り父の日を最終日と基準として開催されている日本では単に全米オープンと呼ばれることが多い優勝者には フェデックスカップポイント600点が加算されるほか、オグポイント100点が加算される。全米オープン優勝トロフィーこの選手権には、アメリカ国内の各地をはじめ日本やイギリスで予選会があり、最終予選を通過した選手が出場資格を得られることから、オープンと呼ばれる。地区予選会に出場するアマチュア選手のハンディキャップは1.4以下と定められている。彼らが、 世界各地の賞金ランキング上位選手や、世界ランキング上位選手たちと互角に渡り合って、戦う姿は、全米オープン最大の見どころの一つと言えよう。プロゴルファーに匹敵する力量を持ちながら、あえてプロの道を選ばずにアマチュアゴルファーの道を貫く、ベテランのアマチュア選手たちを見ることもできる。全米オープンの開催コースは、大会の5年以上前から定められ、 それに合わせてコース設定を調整していく。セッティングの特徴は非常に深いラフと狭いフェアウェイであり、近年では優勝スコアをイーブンパーと想定してコースを作っている。マスターズを含む他のトーナメントが派手なバーディーの取り合いによるエンターテインメント性を否定せず、ミスはその後で取り返すことを許すのに対し、全米オープンは選手にひたすらパーを積み重ねることを。 要求し、落としたスコアを取り戻すのは、困難を極める。メジャーの中でも、とりわけ選手たちの、忍耐力が試され、最強のゴルファーに栄養を与えるトーナメントと言える。それを象徴するかのように2006年、2007年と、優勝スコアは5オーバーという結果であった。あまりに厳しいセッティングは、選手から、ナイスショットを打っても、ラフやバンカーに、ボールが飛び込み、 フェアではないとの愚痴をこぼさせるほどである。予選ラウンド終了時において、60位タイ以上、及びトップから10ストローク以内のプレイヤーのみが、3日目以降の、決勝ラウンドに進むことができる。なお、72ホール終了時に、トップが2人以上いた場合は、2ホールの合計ストロークで競うプレイオフを行う。2ホール終了して、なお同スコアの場合は、 サドンデスに突入する。2017年までは、翌日18ホールのプレイオフで実施していた。優勝選手には、ジャックにクラスメダルと優勝トロフィーが、USGA 会長から授与される。また、5年間の PGA ツアーシード権が与えられるが、1970年までの優勝者は、PGA ツアー A 級シードが与えられていた。全米オープンは、 年齢や男女を問わずあらゆるプロ、もしくは USGA 男子、ハンディキャップインデックスが1.4未満のあらゆるアマチュアに出場申し込み資格がある。予選免除資格を満たしている者及び予備予選を勝ち上がった者が本選に出場できる。本選には総勢156名が出場する。本選出場者のほぼ半数は予選免除資格者である。 現在の予選免除資格はアマチュア選手の予選免除枠は当該選手が本戦スタート前及びプレー中を通してアマチュアであることが条件となるが全米アーマー優勝資格は2020年大会よりプロ転校後も出場が可能になる予定2011年以前はオグ招待枠は大会3週間前の時点で上位50名だったが2011年から 大会当日において50位以内での招待枠が追加された。これは明らかに元の葛藤不備から3週間の間にトップ50に入ってくる選手を意識したものだ。2011年までは PGA、欧州、日本、オーストラリア、アジアのツアーにおける賞金獲得上位者及び当該年の全米オープンまでの期間の PGA ツアーで2回以上優勝したものも、 招待されていた。だがこれらは、オグの招待枠が60位までに拡大されたことを受けて廃止された。また、2012年より当該年の欧州ツアーである BMW PGA 選手権優勝者にも招待枠が設けられた。これはその大会が米国におけるプレイヤーズチャンピオンシップと同格であるとの判断による。 予選免除資格を満たさない選手は2段階の予備予選大会に出場しなければならない。近年ではおよそ9000人がエントリー申し込みを行っている。1段階目はローカル予選と呼ばれ、米国内の100カ所以上のゴルフ場で18ホールのストロークを競い、およそ550名が次の段階の予選に進出できる。このローカル予選は、 規定によりそれまでの実績等によって多くの選手が免除される。ついでセクショナル予選と呼ばれる1日で36ホールの最終予選があり、ローカル予選通過者に加えてローカル予選免除者により争われる。実施コースは米国内数カ所と欧州を呼び、日本のそれぞれ1カ所となっている。本戦に出場できるものの総数は、 予選免除資格者の数によって毎年異なり、また、セクショナル予選実施コースの難度によっても通過者の数は異なる。この通過者人数は予選エントリー申し込み終了後に USGA により公示される。各コースでの通過者の最終順位が同じ選手が複数いる場合には、直ちにホールバイホールでのプレーオフが行われる。これら予備予選において、 最小スコア者及びセクショナル予選では最小スコアのアマチュアには銀のメダルが授与される。また、ローカル予選において USGA の定めた当該コースのコースレートに対して8以上多く打った場合、次年から参加申し込みができなくなる。前述ワールドゴルフランキング60位以内の2回目のカットオフが行われ予選免除者数が確定した後、 危険者等により空席が発生した場合には予備予選の補欠者が充当される。2012年出場予定だったポール・ケーシーが大会開始数日前に出場辞退したためセクショナル予選出場者からの補欠繰り上げが行われ中国出身のアンディジャンが最年少の14歳で本選出場した。USGA は1966年以降 これまでに34名の選手に対して52回の特別枠招待を行っている。この中で複数回の招待を受けた選手としては、アーノルド・パーマー、セベバレス・テロス、ゲイリー・プレイヤー、リー・トレビノ、ヘール・アーウィン、ジャック・ニクラウス、トム・ワトソンなどが挙げられる。ヘール・アーウィンは1990年の全米オープンに、この特別招待枠で出場して優勝した。 最後の特別枠招待は2016年のレティーフグーセンへのもので、グーセンはこれを受諾した。第1回大会よりストロークプレーにより優勝者が決定された。第3回大会までは1日で36ホール、第4回大会以降は2日で72ホール、第30回大会以降は初日と2日目は18ホールずつ、最終日は36ホール。 第65回大会以降は、毎日18ホールの4日制。パインハーストナンバーには2029.2035、2041.2047年も開催が決定している。日本における放映権については、まず1977年に TBS が買い取るも、翌1978年からは NHK に、さらに1997年からはテレビ朝日に、 それぞれ上とされていった。テレビ中継時に限り、グッド。モーニングは、日本時間で金曜、月曜が休止となり、土曜の、週刊ニュースリーダー、日曜の、サンデーライブ、朝日放送テレビ制作日曜朝8時30分枠の、アニメも休止になった。ただ、西海岸開催時には、スーパーヒーロータイム、モーニングショーなどが休止。 サンデーライブ第3部、ワイド、スクランブル第1部も短縮放送になった。また、2008年までの最終日では、スーパーモーニングを当時ネットしていた山梨放送、北日本放送、福井放送、高知放送、四国放送、山陰放送、宮崎放送でも日本時間8時から放送していたが、2009年は、 上記のつぼねでの放送が取りやめ、スーパーモーニングが始まるまでの8時。8時30分の間は、各局個別で単発番組を設定することになったわ。その時間から中継を同時ネット予定だったが、実際は未放送。2009年は、大会1日目が、雨天中止順延になり、2008年大会の、プレイオフの模様の再放送をメインに放送。 二日目に一日目の模様を三日目に二日目の模様を、それぞれを放送。本来の最終日である四日目は三日目の模様と、最終日の冒頭の模様を放送した。このため、全選手が最終ホールまで到達できないと、判断、8、26.30で中継を打ち切った。急遽五日目を4時55分6時30分の予定で、 大会最終日の模様として放送することにし、そこで優勝者が決定。2005年以前まで、土曜の午後に予選ハイライト、日曜のサンデープレゼント枠で、3日目ハイライト、月曜のネオバラエティ枠で、最終日ハイライトを放送したが、2006年以降の放送はなし。また、ゴルフネットワークでも、現地の日中に当たる日本時間深夜から、 翌日早朝にかけて生放送される。なお、2001年、2008年のように月曜日の18、ホールプレイオフにもつれた場合、ゴルフネットワークとテレビ朝日は、深夜の番組を一部中止し、生中継で、試合終了まで放送する。しかし、2016年以降の放映権をめぐり、テレビ朝日と USGA との契約が難航していた。 テレビ朝日での放映ができない場合は、TBS テレビや NHK で放送の可能性があるとされたが、同年5月24日、テレビ朝日において2016年大会を放送することが決定した。しかし、同時期に UEFA ユーロ2016の中継も放送するため、予選ラウンドは後半部分を放送せず、木曜深夜から、金曜未明、金曜深夜から、 土曜未明での放送となったため主力選手のプレー制中継ができなかった。また、1日目は3度の雨による中断現地日没によるサスペンスデッドでプレーができないまま1日目が終わった選手やホールアウトできない選手も多くいた。3日目は戦術の UEFA ユーロ2016の生中継優先の関係で中継終了後の6時10分8時までの 放送だった。最終日は、月曜2時40分8時30分まで6時間近くの生中継で対応していたが、中継が8時30分までに収まらず、後続番組、鳩新一モーニングショー短縮版内で、継続中継を9、18.03まで行った。2017年大会の最終日は当初月曜2時40分5時50分の予定だったが、 2時40分4時55分は、ローカルセールスでの放送となり、4時55分に一部、系列局向けの飛び乗りポイントを設けた上、終了時間を9時30分に繰り下げて放送した。2018年大会は1日目の放送を6月15日の2時40分4時55分。 二日目は6月16日の2時25分8時、三日目は6月17日2時35分8時30分、最終日は6月18日の2時20分7時30分で放送されたが、最終日は時間内に終了できず7時41分まで11分延長し放送した。2019年大会は1日目の放送を6月14日の2時20分4時55分。 二日目は6月15日の2時20分8時、三日目はサンデーライブを30分総終了後6月16日8時11時で放送。最終日は6月17日3時55分10時30分に放送した。2020年大会は新型コロナウイルスの影響で107年ぶりの9月開催となったが、 一日目の放送を9月18日の3時6分4時55分、2日目は9月19日の2時50分8時、3日目は9月20日の2時8時、最終日は9月21日の2時7時で放送された。コメンタリー人を以下に記す。だが、2021年大会については、 新型コロナウイルスの影響が長期化しているため、テレビ朝日と USGA との契約がまとまらず、地上波からの中継が消滅する見通しになった。その後、ダゾーンでの生配信が行われることになった。2000年代の一時期、ココリコの遠藤昭三が応援団長を起用し、全米シニア、 全米女子と共に最終日ハイライトも多数のタレントを出演してのバラエティ形式の路線を行ってきたが、この形式は全米 OP しか行われず、翌年元に戻った。なお、BS 朝日では全米オープンの中継は行っていない。ありがとうございます。